アリスプロジェクト。東京ナイトバーでお前と
麻布十番生まれのヘビーメタルのアイドルユニットアリス十番です。イエーイ。クリーム日本のイメージアイドルユニットです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは千秋楽、早速メンバー紹介いきたいと思います。はい、寒いけど一緒に温まりましょう。マーリンこと渡辺マーリです。はい、ラストですけどみんなで一緒にいっぱい盛り上がっていきましょう。アムニャこと林さんもです。よろしくお願いします。はい、こんにちは。このビリーブ日本やるまではラーメンを食べる機会があまりなかったんですけど、毎日毎日食べて大好きになってしまったよ。藤崎あさみうさぎ。もともと絆という言葉がすごく大好きだったんですけど、このビリーブ日本を通じて絆っていうものがもっと大好きになりました。アリス十番の総長、月田玲香です。よろしく。はい、私はこのビリーブ日本の、イメージソングの負けないででセンターやらせていただきました。本当に大切な曲です。残りの曲も盛り上がっていきたいと思います。よろしくお願いします。立花ランドです。はい、今日はビリーブ日本最終日戦千秋楽の日です。さあ皆さん一緒に声出してください。ビリビリビリーブ日本。塩谷さやかです。よろしくお願いします。はい、今日は最終日で千秋楽なのに、さっき裏でもうすりむいちゃいました。おしゃれと思いきやもうめちゃめちゃ血が出てて、さっき出番前ギリギリまで泣いてました。桐谷真央です。よろしくお願いします。メンバーもう一人、森かのちゃんです。はい、皆さんこんばんは。はい、ですね、ビリーブロードビリーブごめんなさいビリーブリンを通じて、ちょっと人体を断裂とかしてたんですけど、いっぱいたくさんの人の絆を感じてとっても幸せな森かのんです。よろしくお願いします。私たち9人で一つなので、はい、はい、みんなで最後まで一緒に盛り上がっていきたいと思います。イエーイ。はい、じゃあかのちゃん一緒に盛り上げてね。イエーイ。ありがとう。イエーイ。はい、じゃあみんな盛り上がっていきましょうね。イエーイ。終わったんですよ。そう、その時来てた方いらっしゃいますか。おー、ありがとうございます。そうなんか嵐の中アントニオ猪木さんにね、かのんちゃんが闘魂ビータを注入していただいた初日から始まったわけなんですけど、はい、私たちやっぱアリス十番、なんかやっぱね、この東北地方の方に復興ってどういう風にできるんだろうってすごいいろいろ考えて、だって普段デストロイとか言ってるんですよいいのかなとかね、そう思ったんですけど、でもやっぱりこうやってもうみんなが来てくれて、みんなが盛り上がってくれることがきっと東北地方の方の、そして日本全国の皆さんへの復興に絶対につながると思うんで、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、そしてですね、こちらの私たちアリス十番、まあこちらはまあし、なんか主要な話になるんですけど、大体もう早い、ごめん。そうなんですよ、私たちね、アリス十番やっぱりいろんなニュースがあってやっぱ解雇になったメンバーがいたりとか、最初本当17人とかだったんですよ。そうだね。そう、気づいたら9人になってて、はい、いろんなことがあったんですけど、なんか本当にね、やっぱり私たちにとってもこの負けないでっていう曲が自分たちへのやっぱりテーマソングでもあったわけなんですよ。はい、絶対に負けてた
まるかっていうので、正直やっぱり毎日のライブですごい辛い部分とかもあって、みんなありがとうございます。みんなあのなんか結構足とか怪我して、まあ、カノンちゃんもちょっとねやっちゃったし、あとみんな実はテーピング巻いてやってたりするわけなんですよ。でやっぱり私たち持ち歌も少ないし、どうやったらみんなにもっと楽しんでもらえるかなっていうので、毎日毎日いろんなパフォーマンス、いろいろ外遊んでみようとか考えていろいろやってたんですけど、こうやって、本当にラーメン店の皆さんとか物産の皆さんとか運営の皆さん、本当に優しくしてくださって応援ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そして何より、ファンの皆さん、本当に毎日寒い中最後まで応援お付き合いいただきまして本当にありがとうございます。まだまだこれから全力で駆け抜けていきますんで、はい、皆さん応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次の曲盛り上がっていくぞ。イエーイ、ビリーブアリスーバー、はい、聞いてくぜ。ビリーブロード
ようだって。